嫌いな人間が死ぬボタンがあっても多分押せない。でも僕のことを、嫌いな人間が死ぬボタンなら迷わず押す。術式を行使すれば痕跡が残る。それが残念。人々は大地を、森を、海を恐れてきた。この人さんは何の呪いなんですか？人間。俺は人が人を憎み、恐れた腹から生まれた呪いだよ。映画館の3人と同じだな。君が殺したんじゃない。はい、出てくるならさっさとしてください。いやー、よかったよかった。ねえ、あんたはさ、肉体に魂が宿るのか、それとも魂に体が肉付けされているのか。前者、別府に済ませましょう。ここから時間外労働です。俺は足でまといかよ、ナナミ。黒い服は持っていなかったから、母のクローゼットを開けて初めに目についたものを羽織った。限られた朝の空気も、見慣れた通学路も、死にはしないよ。聞きたいことがある。あれをうちに置いたのお前か。何してんだよ純平。引っ込んだろ。事実し、なんで僕も人の心に囚われたって言うのか。バカはあなたです。殺してきたか。触れてはいけないものがある。言ったはずだぞ。次はどう殺してやろうか。